タリス。タリスはヨーロッパのフランス、ベルギー、オランダ、ドイツの4カ国を結ぶ高速列車。ユーロスターと同様、フランスの TGV を基本にしており、電化方式の異なる区間を走行するため、様々な工夫が施されている。最高速度は時速 300km。1996年1月より運転を開始し、 同年6月にアムステルダムまで延長、また1997年12月10日にケルンまでの系統が運行を開始した。運営会社はタリス・アンテル・ナシオナル社で本社はベルギーのブリュッセルに置かれている。株式保有比率はフランス国鉄60%、ベルギー国鉄40%である。フランス国内でのテロ事件を受けて2015年12月より 乗車前に保安検査が実施されることになった。時間はパリ北駅からの最速所要時間。フランスのパリからベルギーのブリュッセルを経由し、オランダのアムステルダム及びドイツのケルンに至る系統が基本である。このほかパリからベルギー国内主要都市に向かう系統が存在する。2010年6月ダイヤ改正時点での系統別の1日。 辺りの運行本数は以下の通り。なおダイヤは曜日によって異なるため、以下では平日の本数、月曜、または金曜のみ、運転のものを除くを掲げる。上記のほか、スキーシーズンにはアルプス方面へ、夏のリゾートシーズンにはマルセイユまで、アムステルダム、またはブリュッセルから週末に運転されることもある。フランス国内の停車駅は以下の通り、 最も本数の多いパリ・ブリュッセル間では、6時台から21時台まで30分、間隔、一部60分、または90分間隔のパターンダイヤが組まれ、パリ発は毎時01分25分発、ブリュッセル発は毎時13分37分発を基本とする。この区間では、行き先の異なる編成を2本並結することもある。パリ・ブリュッセル間では、 LGV 北線及び、ベルギー高速鉄道1号線を、ブルッセルアムステルダム間では、ベルギー高速鉄道4号線及びオランダ南、高速線を、ブルッセルリエージュ間では、ベルギー高速鉄道2号線を、リエージュドイツ国境間では、ベルギー高速鉄道3号線アーヘンケルン間では、ケルンアーヘン高速線をそれぞれ走行する。主な都市での停車駅は、以下の通り、 アントウェルペンでは、当初アントウェルペン中央駅が、東端式の構造だったため、アントウェルペン始発、終着の列車以外は、中央駅に乗り入れず、アントウェルペンイコールベルヘム駅に停車していた。2007年に、中央駅の地下を経由して、アントウェルペン市内を縦断する新線が開通したため、同年12月9日から、アムステルダム方面行きの全列車が、中央駅経由になり、 ベルヘム駅は通過となった。アントウェルペン中央駅周辺の改良も参照。ケルン方面駅の列車の一部は1998年から2002年まで、デュッセルドルフまで延長運転されていた。その後、ドルトムント駅設定に伴い復活。リエージュ方面駅の列車の一部は2011年まで、ナミュール経由で運行されていた。2007年3月31日まで、 一部の列車は、パリ北駅ではなく、パリ郊外の l g v 東連絡線にあるシャルルド・ゴール空港第 2TGV 駅を経由し、マルヌラバレ、シェシー駅、ディズニーランドパリのサイリ駅を発着駅としていた。シャルルド・ゴール空港第 2TGV 駅は、シャルルド・ゴール空港と直結しており、エールフランスが就航していたパリブリュッセル間の路線を、 タリスが置き換えた。その代わり、タリスの座席の一部は、エールフランスの利用枠として確保されていた。その後のスウェスト航空やアメリカン航空も、鉄道サービスをコードシェアとして利用することに同意し、シャルルド・ゴール空港とブリュッセル・南駅でサービスが行われていた。このため、タリスは IATA から2桁コードが指定されており、 ブルッセル南駅にも IATA コードが付けられている。KLM などが加盟する航空アライアンスであるスカイジームはタリスの鉄道サービスを利用しスキポール空港とアントウェルペンイコールベルヘム駅、ブルッセル南駅間でコードシェアすることに同意ていた。2007年4月1日以降タリスと航空機のコードシェアは廃止され、代わって TGV が シャルルド・ゴール空港ブリュッセル間のコードシェア運行を行っている。下記の通り走行区間ごとに異なる電源方式に対応するため、タリス PBA 型とタリス部下型が存在する。国によって伏線区間の通行方向が異なるため、フランス・ベルギーは左側通行、オランダ・ドイツは右側通行、運転台は中央に配置している。 各国の信号システムに対応するため、複数の信号システムを搭載する。また、欧州汎用信号システムであるアートムズのレベルに、アートムズに対応が進められている。PBA 型、部下型とも重量編成で、8両の連接式客車の両端を2両の動力車、機関車で挟んでいる。客車部分は順日投車3両、ビュッフェ、2等号作り車1両、 二等車四両の構成である。一編成あたりの定員は377名。フランスベルディ・オランダのリレーレ用車両。発着ターミナル駅であるパリブリュッセル・アムステルダムの頭文字から命名された。汎用型 TGV 車両の TGV レスがベースである。三電源直流、直流 1.5KV、直流 3KV、交流 25KV50Hz に対応する。 信号システムは t e v m k v b t、BL AT、b l a t b アトムズに2に対応する。フランス国鉄のみが4531型として10編成を保有する。フランス・ベルギード・イツ・オランダ乗り入れ用車両。パリ・ブリュッセル・ケルン・アムステルダムの頭文字から命名された。4電源、直流 1.5KV、直流 3KV、交流 25KV50Hz。 交流 15KV16 に 3Hz に対応する。両端の動力車、機関車は2階建て TGV 車両の TGV。デュプレックスが、客車は TGV レスがベースである。信号システムは TVMKVBTBLTBL2ATB、TV i n z s c LZB アートムズ2に対応する。4カ国の鉄道事業者が保有し、 フランス国鉄は4341型、ベルギー国鉄は4300型、オランダ鉄道は4300型、ドイツ鉄道は409型として、それぞれ保有する。計1 7編成が存在する。パリ・ブリュッセル間やパリ・アムステルダム間など、ドイツに乗り入れない運用にもつく。アイスのエッシェーデ事故後に、車両不足を補うため周辺各国から車両が、 貸し出され、ダイソー列車に使用されたが、タリスも貸し出されて、ドイツ国内を走行した。建設中のベルギー高速鉄道3号線、リエージュベルギードイツ国境、ベルギー高速鉄道4号線、アントウェルペンベルギーオランダ国境、オランダ南高速線、オランダベルギー国境スキポールが完成すると、タリスは高速新線経由となり、例えばパリアムステルダム間は、 現在よりも1時間、短い約3時間で結ばれる予定である。これらの区間は、欧州統一信号システムであるアートムズレベル2が導入されるため、タリス型車両の対応が進められている。2009年から2010年にかけて、車内や外装のリニューアルが行われる。最初に施行されたのは、PEBA 型の4537編成で、2009年1月8日に、 竣工セレモニーが実施された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。